「まるくりポッドキャスト」まるくりポッドキャストは医療ブランディングとホームページ制作を行う株式会社、ま、るが配信しているポッドキャストです開業医の院長とそこで働くスタッフさんたちから寄せられたお悩みをもとに委員経営のあるあるやマーケティングのコツお役立ち情報組織運営の失敗例などをお届けする音声プログラムです。 皆さんこんにちは株式会社丸の鎌形です島田ですはいということで丸クリポッドキャスト第二十一回お届けしていきたいと思いますはいお願いしますはい今日のテーマが経営者の孤独ということで、はいはい、ちょっと意味深なテーマになるんですけれどもどうしました鎌形さんいやこのあたりでちょっと話しておこうかなと思いまして <laughs> まあ二十回も超えてそうですね院長経営者の孤独を、うん してもらおうと <laughs> そうですねそこですかねうですねいやこの仕事柄やっぱりこういうお話を院長からこうポロッといただくことがやっぱ多いんですよそうですねはい人には言えない診療は聞いてる方ですしそうですね、はい、スタッフさんにも知っていただきたいですし院長にはあるよねっていう <laughs> あるよねって,っていいですか <laughs> はいそうですねそんな話になってくると思いますはいはいじゃちょっとそこははい。 しんみりしつつ気づいたいと覚えたそうですね近況あります近況はですね最近アイブリーさんっていう自動音声応答システムっていうんですかその仕組みをまるでも導入しましてめちゃくちゃいいですもう営業電話のストレスが減りましたねいやいや本当に,本当にありがたいそのシステム入れることによってどんだけ時間を置いたかっていうですね 簡単にサービス概要だけをお伝えすると固定電話は変える必要ないんですけどうちだったら固定電話に電話かけてきた時に自動音声案内の設定ができるんですよ。で例えば1番を押した方はお客様とか営業のお電話の方は2番とかそれ以外のお客様は3番とかっていう風に自動音声で案内をしてもらってそれに基づいた番号を押していただくとその後に例えば。 指定の番号に転送をかけたりとかもしくはまた新しい音声案内を流して営業電話ちょっと受け付けていないのでメールでお問い合わせくださいみたいな感じに電話対応を変えれる仕組みなんですけどこれやったことによって本当に営業電話1日45本がなくなりましたもんね。 そうですすね費用対効果は高いいと思います1本出るのに3分の対応だとしても集中力はそこでそがれるので,う,で、ね、う,んうちのような、ね、リモートワークの会社では特に重宝しますし最近ですと医療機関さんでも発熱外来がひっ迫しすぎてお断りの対応が大変だと。うんなんでまあそこを自動音声化するっていうところも使い方によってはだいぶ医療現場のソリューションにもなるんじゃないかなって使ってみても思いますね。 そうですねま、ずどこに時間をかけてどこを効率化するかっていうのは結構重要なことなのかなと。そうですね、はい、というような近況でした。ということで本来の経営者の「孤独」というところにフォーカスしていきたいと思うんですけどここに至った背景をもう一回ここにいてもいいですかどんなことがあって、まあうん、っていうのとかャックバランなんですけどこういうこと言われますよっていうのがあれば。 やっぱり院長先生から言われるんですよ「いや経営者って本当に孤独なんだなって思います」とかそういう言葉にはしないまでもすごく孤独感に苛まれてしまっている感じだったりとか自分自身もやっぱり経営者なんでこういう時に孤独を感じるのかとかいろいろ思うことがありまして今日は「孤独」というテーマでお話をさせていただきたいと思っています。 僕の周りの経営者さんとかお付き合いしてる先生たちを見ても全員が孤独感じてるかってまあそうではないんですよ。まあまあそうですね。うん、で孤独を感じることが少ない状態でやってる先生も経営者もいるし孤独をめちゃくちゃ感じてるっていう経営者さんもいてでも孤独が少ない経営者さんってどういう人かっていうとやっぱり経営者も社員もお互いがお互いに リスペクトしてたりとか尊敬し合ってたりとかあとはお互いの立場を相互理解しているというかやっぱりそういう状況の経営者さんだと孤独そんなに多くないんじゃないかなって思ってますそうですねまああとはそのスタッフさんと相互理解っていうだけじゃなくて、うん、なんかストレス解消法を知ってる先生とか多くないですかあ つきものだと思って,いて、うん、それをうまくスルーするスルーキルというか「来た孤独よし来い!」みたいな感じで立ち向かえるような人だす確かに,確かにそういう意味での何かこうブレイクスルーじゃないですかね消化できる。 ものを持っているっていうのもありますよねそうですね、うん、ただそこの全員が全員その最初化できるかっていうわけではなくって、うん、何かこうプロセスを乗り越えて生きているわけじゃないですか、うん、そうですね、はい、なんか理由ってあるんですかね、うん、その孤独になる理由ってことですかねそうですねいろいろあると思うんですけど今日は大きく二つ分けてお話ししようかなと思うんですけど、はい、孤独の理由の一つ目っていうのが経営者は 最終決定と責任を負う立場これによる孤独これが一つありますとでつ目が経営者と社員さんとの思考とか価値観とかそういう考え方の違いからくる孤独多分大きくはこの二つじゃないかなと思います、うんはい それぞれぞ具体的にお話ししていくとですね一つ目の,その最終決定と責任を負う立場による孤独っていうことなんですけどこれはもう経営者になったからには切っても切れないものでこの孤独無理です<え>無くすすの無理ですねこれなくしちゃったら大変なんですよ結局最終決定必ず経営者さんんしてるんで,すよでそれによっての結果がどうなろうと最終的な責任って経営者がやっぱり取らなきゃいけないですよね でこれは経営者の立場になってみないとなかなか実感することってないと思うんですけど例えばなんですけど今だとコロナ流行ってるじゃないですか、はい、でコロナ流行ってきていてじゃあコロナの対応をどうすべきかみたいのをみんなで考えたとするじゃないですか例えばじゃあ陽性者が出た場合にはこのぐらい委員を閉じましょうとかじゃあこういうケースの場合にはこういう対応しましょうっていうのを、まあ、みんなでこう議論して決めていくことはできるんですけどじゃあそれいざ実行してじゃあまた あるる程度ののの結結果果が出ますよねでその結果に対してて責任って誰取るんだって言っってたらやっぱ経営者じゃないですかそそううでですすねそうなんですだからどれだけその事前相談は社員と一緒にできたとしてもその決断を下すっていうことに関してはやっぱり最後は経営者なんですよ。まあ A パターンでいくのか B パターンでいくのかどっちがいいかなって言ってじゃあその決断と責任取るの誰かっていったらやっぱ経営者なんでここに対しての孤独っていうのは絶対に経営者に出ると。 だから、分員出すのもそうですよね。誰か採用するのもそうですよね。うん、とか、新しい何か設備投資するっていうこともそうなんですけど、意見としてはこういうふうにやったほうがいいですよっていうのは、社員さんから上がってきたとしても、じゃあそれをいざ実行するのかどうかっていう判断は、やっぱり経営者がしなきゃいけないので、その辺でのその決断に対して、よかったのかなとかうん、これで合ってるのかなとかっていうところに関しては、やっぱり孤独が出てくるんですよね。うんうん、だから そこはもう立場上性質上誰にも任せることができないのでここには孤独に向き合うことになれるしかないかなっていう <laughs>、ね、感じはあるんですけど <laughs>、はい、でもやっぱなんかメンターみたいな人必要だろうなって。まるで第三者的な理解関係が、うん、まあ理解関係ありますけど、うん、そういういないじゃない人に話を聞いてもらうとか、うん、まあそういうところで感情の整理とかするって大事の一必要になってきますよね。そうでですねいやこれなかなかか自分で できてる人はあんまり見たことなくて、まあ、この A パターン B パターンでそれぞれリスクがあってそれぞれメリットがあってっていうなんかそこを誰にも話せないわけですよ話、ね、したところでスタッフさんの立場からするとそれぞれに意見があるからねだからいやこっちの方がいいと思いますよとかもう好きなこと言うわけですよそれは言いますわね、はい、でも <laughs> じゃあそこで結果ね責任取れるかって言ったらやっぱ取れないから 利害関係がない中でやっぱりどう感じるとかこういうふうに思ってるんですみたいのが話せる場所みたいのは、まあ、やっぱり必要な方には必要だろうなっていう気はします。そうですね。こののどう思うう思っってて一言言言ええるかかかなないかっていいも結構大事かもしれないですね、うん、聞いて、まあ、決めるのは僕なんだけど、うん、教えてくれるみたいな状況で聞いて「うん、ありがとう」あとは決めるねっていう状況になるのかな。うんうん、そうですね まあ、というのが1つ目最終決定と責任を負う立場による孤独これを感じている方多いかなと思います 2>、はい、で2つ目がその経営者と社員との価値観の違いから来る孤独っていうことなんですけどそもそもの話ですよ、はい、もう大前提の話としてやっぱり経営者と社員さん違うんですよ、うん、同じ価値観の下でスタートしていないって言ったらまあそっちの方がいいと思うんですけど、はい、全然違う方向からまず価値観が始まってるんですよね なんだけど、まあ、最終的にそこがお互いに近づいていくようなことっていうのは可能なので、うん、その近づいていけばもちろん孤独は少なくなるし離れていくと孤独多いよっていうようなところなんです。うん、でこれ僕の僕なりの価値観なんでこれまた全然違う価値観かもしれないんですけど、はい、一般的なその経営者としての価値観っていうとまずその委員の中で起きたことっていうのは全部自分の責任っていう価値観なわけですよ。うん だから、一言で言うと、逃げられる立場じゃないですよね。雇われの委員長とかじゃなかったら、結局、委員の中での判断で起きたことっていうのは、全部自分が対応しないといけないし、立ち上げの段階でも、自分がに切ってますよねそうですね、何億っていう、借り入れをして、はい、そうですね、だから、その、借り入れして、自分が連帯保証人になって、何億ってやって、じゃあ、この委員がなくなったら、委員長の未来もなくなっちゃうわけなんで。 委員の未来と委員長は一心同体なわけですよ、うん、だからこそ委員長っていうのは委員を守る側というか委員を作る側な価値観なわけですね作る方にそ回ってみると作る方にならざるを得ないですよね、はい、もちろん人間なんで誰かに任せた仕事でね例えばトラブルが起きた時には誰かのせいにしたくなるかもしれないじゃないですかだけどそれ他人のせいにしてたら結果変わらないわけじゃないですか はい、例えばクリニックで a さんに任せました。じゃあ a さんがすごくトラブルを起こしました。いや、これは僕の責任じゃなくて a さんのせいなんです。僕は関係ありません。っていう対応したらええー、ってなるじゃないですか。うん、事実がそうだったとしても、やっぱりそこで雇用主としていや、本当にこの度は申し訳ありませんでした。って、守る行動をしていかないと、なかなかうまくいかないと思うんですよ。そうですね。なんかやっぱそこの、うん、あとは？ 責任は自分が取るからってよく言う言葉であるじゃないですか、うん、ドラマとかであれってなんか私すごく違和感を感じていて、うん、結局それを言うと、うん、結局委員長が最後全部やってくれるんですよねって依存させる言葉になるんで、うん、なんか 正しいのって、うん、任命した責任を取るっていう状況なのかなって、うん、で作業したのはだって自分じゃないですか、うん、その相手側なので、うん、それを見極められなかった自分の任命責任を取るっていうことなのかなって、うんうんうん、そうですね思いましたその責任の取り方ってすごく大事だと思いますしまあでもその任命責任っていう責任は絶対生まれますよねそ<う>だからその責任っていうものから逃れられる立場じゃないじゃないですかはい。 結局じゃあそうやって責任を取らない形にしたとしてみんながね離れていったりして例えばじゃあ最悪自己破産しちゃいましたみたいなことになったとしてもそれは経営者のやっぱり責任になってしまうので本当に下手するとですね意識してないと経営者の心ってやっぱりどんどん自立の方に向かっていくんですよ、うんうん。自立っていうのは心理学上での自立っていうことですか自分で,自分で全ててのケツを吹くっていう、うん そういううい方向にやっっっぱりなってっちゃうんですよ、はい、で社員さんが増えていけばそれぞれのね社員さんの生活だったりご家族を守っていくっていう責任もあるんでそうするとやっぱり自立の方向に行くと。でこういう価値観が世の中ののの中全体からすするとめちゃくちゃゃく珍しいいい価値観なんですこういううっていうのは責任こういう自分で全部の責任を取るっていうこの価値観って多分そんなに世の中的に言ったら一般的じゃないと思うんですよ。 すごい少数派だと思いますよ依存側と自立側が多いかっていうとどっちが多いかっていうと多分自立側の方が少ないですよねそうです依存の方が多いですよねだから自立が成り立ってるんですよね世の中の組織に行こう,、うん、うん。だし世の中で育って自分で全部責任取るんだっていう思考で価値観で生きている人ってやっぱり少ないですよでしょうね絶対少ないですよだからまあそこにはすごくズレがあるというかだから依存の人が集まってくるわけですよね まあまあそれもそうですね。そ,した人にそうですね。まあ頼れますからね。そうですね。うん、でまあその一方で、じゃ社員さんの価値観ってどうかっていうと、社員さんが自ら自由に何か意思決定するっていうのはできない立場ではありますよね。やっぱり雇われている以上は委員長の採用の決定に従うっていう必要があるので、その辺の自由はないじゃないですか。はいなんですけど、逆に言うと判断を。 上司だったりとか経営者さんに簡単に委ねることができる立場でもあるわけですよ。うん、簡単に言ううとと委員から守ら守れてている側の立場っていうことでですすよねそうですねそ、うん、だから、まあ、さっきお話ししたように自分が出した意見だったとしてもじゃあそれによってのその結果が思わしくなかった時に責任はあるのかもしれないけど最終的な任命責任として全体の責任を取るのはやっぱり委員長だし、まあ、逆に言うと。 最終的に決めたのは院長でしょっっって言ってて言言責任をられることだででででできちゃううわけすすすよ。そうですね。スタッフからの視点で言えばでもちろんそれが悪いとかいいとかっていう話じゃなくて社員さんの価値観ってそもそもそういうものなんですっていうことなんです、うん。だから社員さんが守られる立場っていうのはもう当たり前のことだし自分で決定しないっていうのも当たり前のことなんですよで。逆に社員さんがいないと組織が回っていかないっていうのも事実なのでとってもありがたいことなんですよね。 なんですけどこの価値観の違いがやっぱりいろんな話いろんな先生のお話聞いてると孤独を生んでる、まあ、一つなのかなと逆に言うとそそののの孤独がない先生っててはそのズレを直してる簡単に言うと社員さん側の価値観の方々が、まあ、要は委員の守られる側の価値観からちょっとこう委員を守る側の価値観を持った社員さんが増えてきている組織の委員長先生とかだと結構孤独少ないと思います。 幹部が多いみたいなイメージであります。まあまあ、そういうことです。そういうことです。だから、一緒に委員のことを全部ではないですよ。全部ではないにしても、この部分に関しては私、責任を持ってやりますっていう形で、委員を守る側として一緒に手伝ってくれる人が多い。うん、そうですね。うん、そういう組織は孤独少ないですし、逆に先生自身も経営者の孤独というか、経営者の価値観を全面的に出してるわけでもないんですよ。 うん、なんか孤独感とか悲壮感に浸るみたいなこともないしで社員さんのもちろんその立場だったり価値観だったりとかいいやいやまあ社員の立場でやるんだったらそれが当たり前だよねという理解ももちろんあるだ、うん、からやっぱお互いに理解をし違ってる感じがありますよねそうですね一個例があったんで、うん、話すと有給 許可あるじゃないですか。それを守る側か守られる側の発言が違うなって思った出来事があって、有給って5日間取らなきゃいけないじゃないですか。今罰則できてしまう。で、なんか守られる側の主張が多い組織っていうのは、なんで有給取れないんですかとか、権利の主張が多い。と だけど守る側の人が多いのっていう発言は「有給、うん、休暇取れるように頑張ろうね」うんうん「マスクが起きちゃうからさ」「だけど、うん、業務に支障がないように取りましょうね」みたいな,うん,、うん、なんていうのかな建設的な意見っていうか、うん、権利だけじゃなくてちゃんと両方バランス見て言える人が多いっていうのがうん、うん、孤独が少ない人。 無理ってなってるようなイメージですね。あと委員長に対等を求めてしまう人うん、うん、ま権利が多いっていうのもつながるんですけど委員、うん、長だってやってないじゃないですかとか委員、うん、<laughs> 長に雑草抜いたことあるんですかみたいなことを言ってしまうような人が多いとこは結構痛い感じになってますねうん、うん、そうですね,、うん、そうですねいやでも本当そこなんですよねどこの視点で同じ行動するにしても考えているのかっていうところでやっぱり全然 委員長の孤独感は変わると思うしだからそういうのってまあわかるじゃないですかそうですねだしその孤独を生まないように委員長自身も歩み寄ってる人が多い気がしますけどねうん、そうですね自分が大変 PR よりかはスタッフに寄り添ってスタッフ側から自発的に委員、うん、長大変なんで私たちがやるからいいですよそんなので最終的になってるのは委員長が寄り添ってるからでもあると私は思いますけどねそうですね いやだから本当お互いなんですよね、うん、お互いにチームとして一緒にその立場関係なしに良くしようと思ってやれている組織っていうのはやっぱうまくいってるなと思うし逆にその立場の対立関係みたいな感じになっちゃうとまあなかなか難しいよなっていうところもあったりしますので、うん、これ余談なんですけどそういう価値観の違いがあるとやっぱり孤独感じるので。 よくあ委員経営者さんたちが集まる経営者の会とか、はい、経営者だけが集まるコミュニティってあるじゃないですか、はい、あ,すあれがなぜ成立するかっていうとやっぱり経営者の価値観っていう同じ立場で同じような共有できるからなんですよね、うん、うん。だからそういう意味ではクリニックの中ではなかなか理解されないけど、うん、同じ経営者っていう立場だったら、まあ、こういうことあるよねとかこういうこと大変だよねとかっていう風にある意味で共感ができて そこはは経営者にとってはオアシスみたいなところなのかもしれないんですけどただ非常に危険だなと思うのはそういう場所で経営者同士でいくら価値観共有したとしてもそれは経営者の価値観が固まっていくってことじゃないですかそれはそれですごく意義があるんだけどもでも自分の委員の社員さんと 価値観を共有したりとかそのギャップを埋めていくっていう努力をしない限りは院内での院長の孤独感をされることはないと思うんですねそうですね孤立が過ぎていきそうなそう勢いですねだからそれって外で理解できるというか共感できる場所があって中ではないっていことになっちゃうじゃないですかうんこれ結構厳しくなると思うんですよなんか時間を使うんだったらまずは院内からになった方がいい、うん いいいいのかななと的に今聞いてて思いました、ね、そう,そうなんですよだからやっぱり外で話すよりは外で知識を得てそれを中で実践するってなったらまあいいんだけども外だけの共有で終わっちゃうとやっぱりちょっと怖いなで結局そこの院で働くスタッフさんに経営者のことを分かってもらうためにも院長がどんな考え方を大切にして経営してるのかとかどういう価値観のもとで生きているのかとか。 っていうことを伝えていく必要もあるし、逆にスタッフさんのことを理解していくっていうことも必要だと思うので、本当に相互理解だなと。そうですね。やっぱりどこに時間避けているかって結構比例するんじゃないかなと。うん、まあ質も大事なんですけど。うん、そうですね、うん。いましたよ。やっぱそういう経営者の会どっぷりハマってしまって。うんうん、すごく、うん… まあ、分かる分かるっていう状況になるので、うん、なんか気持ちすっきりするじゃないですか、うん、でも愚痴大会になってしまって結局それがそれを解決する方法をき聞いて実践するってなると、うん、今度なんか院長が仕入れてきたぞなんかまた言ってくるっていう状況になって悪循環になってしまうっていう先生もいたので,、うん、でそうですねそこは孤独をどう料理すするかかじゃないですかね、うん、そうですねまあ院内でね。 だから院長が歩み寄るってことはもちろん必要だしスタッフさんの視点でちょっと実践していただけるとすごくいいんじゃないかなって思うのはもし院長の立場だったらっていうような視点で物事を考えていただいたりとかしてみるとまたちょっと違う関係性になったりもするのかなと思うので、まあ、ちょっとなかなか難しいかもしれないですけど、まあ、今日は経営者というのはこんな孤独を 感じやすすいいででよよというようなお話でちょっとあんまりまとまりのないお話になっちゃったかもしれないですけど本当に多いと思いますので孤独を感じている方是非その孤独感をなくせるような幹部の方が増えていただけると非常にいいなと思っております。はい、ということで第21回経営者委員長の孤独についてお送りいたしままししたたあ、はい、ありりががととううごござざいいました。 今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では株式会社マルへのご質問をお待ちしております株式会社マルのホームページにあるホームよりお申し込みください URL は www.maru-magoya.jp maru-magoya.jp です それでは皆さんまたお耳にかかりましょうごきげんようさようなら